あなたを探しています。今も探しています。もう会えないのかもしれませんね。その代わり、多くの出会いがありました。助けてくれた、支えてくれた、励ましてくれた、遠い国の名も知らない人々。私は私だけじゃない。ここで生きていきます。この星の上で生きていきます。皆さんこんにちは。宇宙飛行士の野口聡一です。東日本大震災から10年という節目にあたり、東北市民から世界の皆様に向けたメッセージを伝えさせていただきます。あの日、自然の圧倒的な力の前に、私たちの生活はいとも簡単に崩れ去りました。当たり前の日常がどんなにありがたかったか、それは失って初めて分かりました。そんな絶望の日々の中で、世界の皆さんから届けられた支援の手は、まさに私たちの光でした。誰もが誰かに支えられていること、一人で生きているわけではないということを強く感じました。今、この瞬間にも、人類は新型コロナウイルスという新たな脅威と戦っています。どんなに国や社会が分断されようとも、私たちは確かに地球という一つの星の上でつながっています。私たちはここで生きていきます。そうして笑顔あふれる未来を紡ぐことができるのは、支援してくれた世界中の皆さんのおかげです。復興10年、これからは私たちが世界に恩返しをする番です。新たな決意をかみしめて、宇宙から感謝の言葉を送ります。世界の皆さん、ありがとうございます。
じゃあここから横断幕を順番に取っていきます。Thank you.
私は私だけじゃない、ここで生きていきます。この星の上で生きていきます。東日本大震災から10年が経ちました。国内外の多くの皆様のご支援により東北は復興の歩みを続けておりますが、まだまだ道半ばです。この未曾有の災害の記憶と教訓を後世に伝えていくことが大切と考え、今回の宇宙ミッションでは多くの少年少女たちに参加いただきました。この宇宙ミッションがさらなる復興と交流のお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。